軌道連絡艇を切り離せ。ダメです、コンピューター制御不能です。射出します。よし、我々も脱出スポットで降下するぞ。これは君は誰だ？あなたは誰？あ、なんだ、夢か。間宮大樽、出よ！ライブ登場、男だけの惑星。うわー、キャー、ジャパネスバレだぜ。時刻は10月1日午前7時。おはようジャポネスの時間です。本日は大変いい天気ですが、プラズマ号発生率 80%、 タコ揚げは非常に危険です。さて、プラズマが怖くて将棋が指せるかってんだ。下がるな下がるな。お願いします。息の良さはジャポネス1で。ドラララ。おお、後で店に寄ってくんな。はいよ、魚だ魚だ。おお、ボタル。ああ、ちょっと。ゆうべは帰らなかったんだってな。あ、あの家賃は今月必ず。あの、アジのいいのが入ってますね。ほう、中袋か。もちろん。よくできてんの。こいつはすげえ。なんだ。ボタル、お前も見ていかんかい。おお、なんでなんで、ケンジンさん。これじゃよ、これ。白加減な一世一代の買い物じゃい。お、汎用マリオネット、ジェミニちゃんじゃ。俺、挨拶せんね。ジェミニと申します。よろしくお願いいたします。あ、いや、あの、こちらこそ。どうじゃい、ホタル。ああ、いいね、なかなか可愛いじゃん。可愛い？おいおいおい、ホタル、こいつはマリオネットだぜ。そんなことは分かってない。オタルはマリオネットに感情移入しちゃうんだよな。そんなんじゃねえや、ベラボメ。なんせこの最新型死ぬほど高かったからの。よく言うぜ、レンタルしただけだろうが。そのレンタル料が死ぬほど高かったんじゃ。見ろこの足、これを枕にすると天にも昇る心持ちだそうじゃ。おお。その上耳かき機能もついてるんじゃよ。おっと、それは伝説の膝枕耳かきってやつだな。そいつはすげえや。やろじゃろ。あ、いけね、魚が腐れちまう。仕事仕事。ああ、危ねえ。なんでありゃ。上州屋のバカ息子だぜ。さすがお坊ちゃま、見事なドライビング。ふんふん、当たり前のこと言うなよ、ピンスケ。マイトリー、またよろしく。やい、危ねえじゃねえか。てめえは。おやおや、誰かと思ったらオタルくんじゃないか。花形てめえ、売り物の魚台無しにしやがってよ。この始末どうつける気で。売り物。ああ、嘆かわしい。僕は親友として恥ずかしいよ。誰が親友だ。キザの国からキザ広めに来たようなてめえなんざ親友なもんけ。こいつお坊ちゃまに向かって。
貧乏とは辛いもんだな、オタルくん。仕事なんてマリオネットに任せて、僕たちは人生をエンジョイすべきなんでないの？あいやー、君はマリオネットを持ってないんだったね。なんならうちの1台貸してやろうか。大きなお騒ぎ。俺は好きで働いてんだよ。マリオネット働かしててめえは遊んでるなんて性に合わねえんだよ。お手振りは昔から男の仕事と決まってるんで。意地を張るなよ。金に困ってるんだろ。だったらそのうお、この花形ミツルギが全部買ってやろうじゃないか。さすがお坊ちゃま、太っ腹。私は三段腹。おいくらかな。バカにすんなよ。豚に食わす魚はあっても、てめえに食わす魚はねえ。人が親切で言ってるのに、どうやら君にはきついお給が必要なようだね。そいつはこっちのセリフで、いつも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 仕事の邪魔しやがって、今日という今日は勘弁なんで、表出ろい。ここは表だけど。悪く思わんでくれよ、オタル君。これもまた友情の一つの形。いやあ、悲しい。すごい声抜かすと頭から塩かけて食っちまうぞ。こんなドマイキンでもやってしまえ。うわあとはおめえだけだ、花形。